はじめまして。よろしくお願いします。まあ中村さん結構昔からお顔は存じてたんですけど、こうやって会う機会がなくて。そうですね。本当ですね。ずっと。ね、はい、まあ楽しい地域じゃないですか、中村って。そうですね。そこにこんななんかすごいもの作ったぞって噂は聞いてたんだけど、まさかね、まさかこんなようなことが起きてるとは思いませんでした。正式名称が貞子の家なんですよね。貞子の家ですね。なんか今いろいろ仲持ちで何しようかっていう話あったんだけど、うん、もうやっぱり貞子がいるんだから貞子の家じゃないっちゅう。特にリングが好きだとかそういうんだよ。ああ、全然なくて、まずなんか人形いろいろ置いてるうちに貞子になっちゃって。あ、そうなんだ。初貞子の家で乾杯。乾杯。今後とも。よろしくお願いします。一昨年ですね。一昨年に売買になったんですね。宮根さんが施設の方に入られたんで使ってもらえないかっていう、まあ、元の家主さんの。ほとんど一人でやられたってことですか。まあそうですね。週末は友達来てくれて やって全くど素人なんで特に図面も全く書いてないですよね。もう頭の中だけで、もうただもうこう眺めてはここかなこうかなっていう空想だけで、ただ空想だけで。だけど本業の農家さんがあって、その忙しい時期とかライマー見てコツ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 。そうですね。でもまあ秋なんで、秋終わってから始めた感じで。今までに宿泊した人が何人でしたっけ。600人ぐらいになりますね。やっと今月で1年なってないんでしょ。なってないです。実質もう7月からですからね。あ、そうですね。まあ半年ちょっと過ぎたぐらい。そうですね。半年過ぎたんですね。なんかスロットとかなんかいろいろってギャンブルのなんか匂いがして、マージャンの卓があって、これは何で作ろうと思ったんですか。これはですね、まあ麻雀するの好きなんで、はい、まず麻雀ですよね。家族で来るっちゅうコンセプトだから、うん、子供が遊ぶ場所、はい、お父さんが遊ぶ場所、あ、お母さんたちが集まる場所、あ、ちゅうこういうなんちゅうんだろう、別れるって、はいはい、ほっといても子供たちがほっといてもいい、お母さんたちはここで遊べる、うん、お父さんはここっていう感じのとこを作っとけばいいかなっていう。そしたらユーザーとの粗相としては何組かの家族みたいな感じ で、ほとんどやっぱり2家族とか3家族っていうのが多いですね、泊まってる人が。あとそのファミリー以外には。そうですね。今回3月でやっぱり卒業旅行ですよね。それが、はい、結構は入ってますね。富良野までってどれぐらいあるんですか。富良野までは20分から25分、25分ぐらいですね。ゲームだとどれぐらいかかるんですか。ああ、40分ぐらいですかね。行ったらなんかここ拠点にその北海道のすごい有名な富良野だとか美瑛だとか、まあ、旭川の空港だって近いし、ここを拠点にしてね、こうなんかあちこち行けるみたいな。ああ、こう泊まってですね。泊まってね、して、まあ、そういうレジャーを楽しんだらここに帰ってきて、また夜はお母さん方おしゃべりしたり、そうそう、ね、友達同士をずっと夜更かしてお話ししたりとか、まあ、さっき見させてもらったけど周りに家ないですもんね。全くないです。なんぼ騒いでもいいです。相当カラオケでガンガン歌っても全く聞こえないです。ちょっと待って、カラオケ。カラオケもある。カラオケもあるんですか。ありますね。まあ、それを楽しむのはこのなんかこのユーティリティスペースみたいな。そうですね。これは鉄板焼きですね。これね、ニセコで持ってきたんですけど、はい、ニセコからなんか至る所に仕掛けがあって、まあ、中村さんのねすごい遊び心がもうあちらこちらにあって、なんか大人でもワクワクしちゃいますよね。貞子の家っていうね、そのネーミングもすごいし、もう僕もさっきこの階段を登った時にすごい、まあ、びっくりしたんですけど、人狼みたいなのがあって。あ、そう、人狼ですね。あれなんかちょっといきなり脅かされて本気でビビったんですけど、うもう小さい子は泣いてしまう。小さい子泣いちゃいますよね。泣いてしまいます。だけど怖いもの見たさで、うん、そうです、また来たいみたいな、なんか心にはすごい残りますよね。至る所にこう隠し寝室とか隠し部屋みたいなのがあって、とりあえず思いついたらやろうみたいな。こうかなと。もうちょっと8部屋ぐらい最初作ろうと思ったんですけど全然空想と違って、いやもう十分だと思う。全然8部屋はできなかったんですけど。いや、すげえな。考えてますからね、いつもなんかいいのなんかないかな。いや、それ大事ですよね。新しいものやっぱり取り入れていかないと。
入った瞬間のまず印象なんで、まず扉を外しましたね。まあ、その外観のギャップから、そう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 、いきなりこう現実から、こういう多分入り口だったらああってなると思うんですよ。入った瞬間に、ああでもなるなる、こんだけ壁ぶち抜いておけば、広いってみんなが言うんですよ。いや、びっくりする。入った瞬間に広いって必ずみんな言うんですよ。そこは狙いですよね。そうそうそう、そこです。まあ、要するにどんなとこだろうねってワクワクしてきたら、何ここ、そうそうそう、嘘、何あの貞子とか、気持ち悪いな、怖い、気持ち悪い、何ここって入ってくるんだけど、開けた瞬間うわってなるんですよ。もう現実から夢の世界、そう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 、ちょっとしばし忘れて、忘れてしまうんですね。楽しんでってくれみたいな。一回来たらまたリピートしたくなります。そうですよね。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんでも、いや、ね、何ここ変なとこ、なんでこんなとこ撮ったの。そうですよね。で、入った瞬間に2日泊まりますからね。いいとこだって、ね、すごい最高だよっつって。あとね、この天井にある、さっきから気になってるんですけど、なんか夢ピリカって、これすごい高級なマツコの宣伝してるやつですね。そうですね、これね、北海道のブランドですよね。そうですね、スーパーなら5000円、10キロ5000円か。これ僕の見間違いでなければ、うん、そうですね、3000、10キロ3500円、3500円、そうですね、うん、安いですよね。夢のような、そして最高にうまいですからね、これね。それが泊まったらそう、食べ放題、食べ放題、食べ放題なんです。赤字なんじゃないですか。もう宿泊料を食べてってくださいって言ってるんです、いつも。自分で楽しみたくて作ったものがお客さんの共感を得て、リピートするぐらい有名な民泊になって、ね、結局副業じゃない、副業が本業につながってるんですね。あのでしょうね。そうです、そう、そういうことです。こっちもリピートするってことでしょ。そうです、こっちもリピートして、か泊まって美味しかった買ってくみたいな流れになってくるんで、それがまた続いて、すごい作詞ですね。やっぱりそういうのってやっぱり本業につながってくんだな。それ理想的なビジネススタイルですよね。副業が本業に、いや、つながって、次は何かなって毎日考えてるんです。楽しみですね。そうなんですね。まあ、その情報を見れるのはこの YouTube の160チャンネルです。芦別市の観光協会さんのホームページで、ね、ホームページさんで見ればいいと、はいはい、1泊いくらでしたっけ。3500円です。まあ、今日はね、多分ね、寝る時間がないんじゃないかって思うぐらい、ああそう、皆さん言われます。はい、もう眠れない、眠るのがもったいない、一日じゃ足りないっていうことをよく言われます、はい、それを今日はもうゆっくり楽しみながら、ぜひまた友達と来たいなと思います。大勢連れてきてください。ありがとうございます。160チャンネルでもうどんどん YouTube アップしていきますので、また新しいものを今また作ってるものがあります。ぜひまた来てください。お待ちしてます。